はい、えっ、ー、と、最近ふっと思うのはですね、アイドリングストップ、ね、アイドリングストップの機構が搭載された車も世に出て久しいんですけど、あれってやっぱ本当にいりますっていう話なんです。で、えっ、ー、と、まあ、環境ね、環境に配慮してっていうところが、まあ、あの、最初のね、動機かとは思うんですが、 やっぱりね、アイドリングストップあれ、ね、やっぱエンジンによくないですよ、えー。燃費とか、あとは、あの、環境をね、えー、にはいいかもしれませんが、えー、機械、単体に対して、えー、優しいかそうでないかって言ったら、えー、優しくないですよね。やっぱりその、 慣性の法則で動いてるものって常にそれが動き続けてる方が一番安定してるじゃないですか。で、あの負担も少ないわけです。これが動いてて止ま,止まるえ。また動き出して、えー、しばらくしたらまた止まる。うん。これはね、やっぱりエンジンに対してはね、良くないですよ。えー、もう物理的なね、物理の原則からしてね。えー で、えっ、ー、と、まあね、どうなんでしょう。この先、うん十年後とかになった時に、まあうん十年後になるとね、もうどうなんでしょうね。もう内燃期間の車自体がね、もう新車としてはないかもしれませんから、まあ一概にも言えないですけど、ある種のね、あの、その、今のこの時代を象徴するものっていう風で、 見られる時が来るのかなって思ったりします。ええー。うん十年先に、あの、のことから見たとして、あの頃流行ったもの、アイドリングストップ機構、ね、なんてね。う、え、ん、ー。そういうことがね、言われるのかななんて思ったりしますね。えー、いや、だって正直、乗りにくくないですかあのー、まあ、今、最近の、 アイドリングストップの車は、そこまでなんか振動とかタイムラグ、止まってる状態からアクセル踏んでエンジンかかってっていう時にタイムラグがほとんどあのない、体感的にはないような感じになってるらしいんですけど、えっと、私が以前ね、ちょっとこう台車としてまあ乗った車の時に思ったのは、交差点で今信号ね、 交差点入って右折待ち、対向車いる右折待ち、はい、交差点の中でエンジン止まってるわけですよ。ね。はい。で、そこから、あの、まあ、対向車いなくなったんで、まあ、行こうってなった時に、やっぱりね、踏んでからエンジンかかって発進するっていう、ほんのわずかなんですけど、ラグが生じるん生じてたんですね。なんかね、あの、運転のこう、リズムを狂わされるというか、 そういう感じがして、乗りにくかったです。はい。まあ、慣れてしまえばっていうところはあるんでしょうけど、まあでもね、やっぱりなんか、なんかアイドリングストップ機構ですかうん。なんか、もっと違和感でしかないですよね。うん。環境に配慮するっていうことは、まあ、大事だとは思いますけど、やはりものは機械ですからね。えー で、地球上である以上は、やっぱりその地球上の物理の原則に、やっぱり、ものである以上は、あの、物理の原則の上に、いろいろね、物事成り立ってるので、ええー、ですので、やっぱりエンジンへのね、負担は大きいんだろうと思います。はい。で、まあ、極端な話ですけどあ、そういう、あの、負担のかかるようなことをやって、で、 一方で世の中エコで、で、そういうアイドリングストップならそういうところでね、エンジンに負担が来て、エンジンの寿命が早くなって、で、まあ、エンジンがね、早く壊れて、で、車もね、当然、まあ、まあ、乗せ替えとかそういうね、あのー、マニアックなことをしない限りは、車自体もそんでも使い物にならないみたいな感じになって、結局、物の寿命がね、車の寿命が短くなって、で、車がリサイクル、ね、まあ、廃車になったりとか。 まあそんな感じでね。ええ。なんかエコと言いつつも結局1台の車が長持ちしないであればそれはそれでエコじゃないよねって思うんですよね。ええ、まあこれは私の持論ですけど。はい。ですからやっぱりなんかね、あのー、はい。もうこれはアイドリングストップがね、そういった車がもう出始めた頃からやっぱりなんかとっつきにくい。 私の中ではとっつきにくい、もう違和感でしかないものだったんですけど、まあ、その車はね、あの、出てからやっぱりもう久しく、ね、長くうなりましたけども、今でもやっぱりね、えー、これに関してはね、いかがなものかなというふうに思う次第です。はい。皆さんはどうお感じでしょうか はいではではまた